ここがやられた、うん、何のやる気も出ない。なんでだろうね、そんな好きだったんだって私。あ、逆にね。そう、再認識しちゃったもん。失って気づいた。私芸能人の方を好きになったことがなくて、ない、なんか推しみたいなのなかったじゃん。でだから推しいるみたいな感じになった時に、いないんだよねってなってて、うん、山瀬健人さんとかみたいな、うんうん、ところからスタートなんですよ。銭湯さんね、銭湯さんね、うん、気をつけ、迷惑かかるね。292万人の意見だろ。すいません、本当にすいません。そう、最初はノリで言ってたんですよ。やっぱケント山崎じゃないみたいな、セント山崎じゃないみたいな言ってた。それがさ、だん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 自分で言うことによって強くなってきちゃった。うわ、思いが増してた。今キモいよね、やばいよね。よかった。そういうわけで2時間散歩した。えキモいよね、キモいよね。分かってるの。本当に付き合えるなんて思ってないんです。付き合うとかそういう、なんかその、なんていうの、好きな人が取られちゃったとかそういうのじゃないんです、うん、なんだろう、この気持ちは。わかる。言葉にできない。わかんない。